皆さんこんにちは、中村です。今日は神くんのお家に遊びに来ました。今からピンポン押したいと思います。久しぶりに何やってんの。こんにちは。お願いします。どうぞどうぞ。なんでさ、こんなさ、物がさ、家の前に見せちゃったりさ。見せてない。見せてない。見せてないけど。あ、もう片付けられない性格でして。生活。マジこのブラッシュでさ、目光ってる。本当だ。来た。すごい。お願いします。いや、あれ、T シャツ間違えてる。え、なんで？撮影なんかなと思って。いや、撮影だけど。うん。でも、おうちデートって。あ、そっか。じゃあ、ちょっと着替えますね。着替えます。ここは、寝室ですか？寝室。寝室公開してる？あんましてない。汚いよ、ここ。え？汚い。彼氏感あるね。あると？うん。あ、かわいい。え、そっちの方がいい。いい感じ。いい？うん。今日何してくれるんですか？いや、しっかり仕事。あ、仕事。しっかり仕事する。あ、仕事する。あ、そう。あ、仕事するって言おうとしたんだよ。あ、そうだよ。間違えちゃった。来る？何それ？美味しいお菓子。食べる。何これ、これと一緒の色してる。そう。美味しい、これ。おいしい。汚いんだけど。やめてほしいですよ。汚い。汚い。いいじゃん。なんでさ、私が来るのにこんな汚いの？来る準備しすぎて、こんなになっちゃったし。あー、メイクさん並みにさ、メイク動画あるじゃん。いや、これ、悩み方があって、ファンデーションがこれっていうのがなくて。え、今どれ使ってんの？アンプリチュード。うん。いいじゃん。え、あ、これ好き。どうぞ。これもね、スック、うん、でさ、女子だね。これ見たら女の子だね、確かに。え、めっちゃ、私より多いかも。あ、マジ？おすすめは？こんなかの。まあ、やっぱこれっすね、うん、これ。それ何？知らない。新しいコンプレックスがあって。うん。首のシワ。首のシワ？え、でもね、これだと全然わかんない。肌がピカピカ。あ、そう。うん。あ、じゃあ今日使ってるものはこれっすね。これ。アンプリチュード？うん。あ、それいいの？これめっちゃいい。かっこいい。あ、かっこいい。あ、いいっす。え、かっこいい、これ。え、じゃあ付き合ってもらっていいっすか？お願いします。はい。いいの、こっち。お世話してる。ほんとだ。全然いいけど。お願いします。おぉ、え、俺んちにいる。2回目。え？2回目っすか？2回目です。なんで勘違いされるじゃん。どうしよう。え、なんか食べたいですか？お菓子、うん、何系が？しょっぱいやつ。あ、しょっぱいやつ。あー、やったー。ちょっとあ、美味しい。よかった。うん、この家に、うん、女の子、いろんなことありました。この家に？リアルに、リアルに本当の話。ないかもしれない。嘘だ。え？え、ないんじゃん。ない。あ、どうか、一回あるかな。わかんない。え、でもない、ない、ない、ない。女の子呼ばないんですか？いや、呼ばない方が好感度上がるなって思って。誰に対して？意味わかんない。前回の動画見てもらったらわかると思うけど、やっぱ、ちょっと好きになっちゃったかな。だから、でもそうなったら俺の場合ね、他の人に行くのは違うなってなっちゃうタイプ。一途なんだ。いや、一途じゃないですよ、わかんないけど。でもよく聞くのはなんか、うん、一途より、うん、そうじゃない方がモテるとか。いや、え、そんなことない。あ、そんなことない。それは女性じゃない、うん、逆に男性は、うん、一途の方がいい。まあ、そうなん、うん、じゃあ今のままでいいんだ。うん。オッケー。お
フの加納くん受ける。ディズニーの時もオフだったじゃないですか。うん、ああ、よかった。食べる時だけキモい。ああ、キモい？キモいってコメントがいっぱいあった。ああ、指舐めすぎてキメえって。え、そうそうそう。言っちゃった。それは加納くんのこと知らないのかなと思って。いや、俺癖なんですよ。あ、それもガチってことじゃ。照れ隠しみたいな。あの時期やっぱ照れちゃってたから、なんか照れ隠しで、俺すごい動いちゃうから、そのなんか落ち着きがないから、こうやってやっちゃってた、なんか。あ、あれはじゃあわざとやったわけじゃないってこと？わざとじゃない。え、ガチでキモかったってことじゃん。いや、そうだよ。そうだよ。でも楽しかったよね。あ、本当に？え、よかったっすね。それは楽しかったな。告白したことありますか？ないない。ないよ。で、どうやって付き合うの？いつも。相手に言われたりとか、あとはまあ、そういうの流れとか。セックスしちゃっていいかな？セックスしちゃって？あ、はい。だから、初めての告白になるっすね、これから。嘘、じゃない、じゃあ、カノ君の家、でも居心地いいですね。あ、嘘。うん、ぐちゃぐちゃしてるけど。うん、ごちゃごちゃしてればいいんじゃないかっていう。でも、初めて来た時は、引っ越したてで、めっちゃ、なんもなかった。で、お金稼ぎたいと思う。稼ぎたいタイプ、俺。あ、嘘。うん。いや、私、あんま興味ないタイプ。お金？まあ、お金は別に興味ないけど、なんか、稼ぎたい。稼ぎたいというより、お金を使ってたくさんいろんなことをしたいな。偉いね。嘘。じゃ貯めないんだな、もう。あー、じゃあ使ってくんだ。うん、使っちゃう、普通に。最近買った一番近いものね。でもめっちゃ高いもん買っちゃったよ。何？画像。え？何？まあ画像って聞いたら分かんないじゃん。それは500万ぐらいしちゃった。え？どういうこと？どういうこと？え、その海外でさ、NFT アートって流行ってるじゃん。あれを買った。え、500万で買ったと。将来価値がつくかもしれないみたいな。まあそれギャンブルだけど。え、なん、え、やばくない？で、今持ってるって感じ。金持ちじゃん。いや、金持ちじゃないよ。でも私もさ、去年のさ、誕生日に出したんだけど。もう見た、その動画。NFT。うん、誰か売ってねえかなと思って調べた。嘘、最高落札者が1200万とかだって。え、マジ？え、じゃあ無理や。いや、そんなお金ない。500万円のものってあんま買えないもんね。うん、普通に車買えるもんね。車欲しいんだよ。あ、嘘。それ俺に狙ってるってこと？違う。いや、マジ、いや、そんな俺より全然お金持ってるんだよ。持ってないよ。え？いやいや、嘘でしたよ。誰も信じないよ、それ。あ、待って、あれ。俺まだつけてない。え、待って、あれ映そう。ちょっと待って、これで映そう。ブーブーボーズが、子供だからやっちゃうんすよ。え、子供なの？だってヒーローになりたいの。いや、そうだよ。ヒーローになりたいもん。夢ヒーロー。一番なりたいヒーローは？スパイダーマン。あ、そうなの？うん。スパイダーマン好きなの？え、好き。何これ？近すぎじゃね？彼女目線みたいな。あ、彼女目線？うん、これ彼女目線。あー、確かに。逆じゃない？どっちかで言うと。みんな求めてんの。でもさ、これちょっと恥ずかしい。なんで？え、なんか照れてるっすね。じゃあ今度見に行きましょうよ。何見ん？バズみたい、バズられていい。あ、俺見たい、それ。え、行ってくれるの？え、行ってくれてほしいんだけど、普通に。バズられてるよ、だったら。だったら？うん。いや、まあいい、いいっすけど、何その、だったらって。しょうがねえみたいな。違う。うん、子供っぽいやつが好きなの。うがい子。うん。私難しいやつわかんない。俺は難しいやつ正直わかんない。でも私ジブリも理解できない。ジブリ見てなかったもん。え、千と千尋も？パパッとしかない。え、千と千尋はマジ面白い。嘘。うん。え、なんで嫌いなの？え、いや、ちょっとアメリカかぶれなんで俺。可愛いっすね。ふとした瞬間が。じゃあ何やんの今日は。なんか面白いもの家の中の。面白いもの？うん。紹介みたいな。あの中を。うん。見に行く。あ、全然。ディズニーの動画で、はい、お土産っていうのがたくさんあったから、はい、あったあった。お家に遊びに行ってみた。
あ、そういうこと、うん、いやでもお似合い、あ、いい、お似合いって言われてどうなんですか、ギャグなんてちょっと思うけど、え、嫌いではないですよ、もちろん。あー、嫌いだったらちょっとびっくりしちゃうっすけど。いや、でも今日のこのお家の、うん、お家の雰囲気見て、うん、え、でも二人きりだから、うん、俺が良かったっすね、俺がもう何もあのしないタイプ、うん、タイプで絶対できないタイプだよね。はい、じゃあ何してくれるんですか、お家で。あ、え、何した、え、何がいいかな、逆に。セックスとか。え、ちょっと、嘘。え、まだそ、もう、もう、じゃ、じゃ、どうやっちゃった、どうやっちゃった。何、え、じゃ、冷蔵庫の中見せて。あー、あ、いいけど。じゃ、そうだ、キッチンです、これ。キッチンだよ。キッチン、いつもここでさ、あ、そう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 。やってるよね。うん、あれやってよ。ん、ファミリーマートの靴下履いてるのバレちゃう。ねえ。それ履いてる人多くない？いや、多い。うちのマネージャーも履いてた。あ、嘘。うん。どれ？え、それやってよ。やりたい、私も。うぅ。あー。変わってない？変わってない？変わってない？ちょっと変わってない。ちょっと変わってるけど。変な。私もやりたい。どうぞ。どうやってやるの？吸うだけ、吸うだけ。コストないと変わんないかもしれない。あ、皆さんこんにちは、みかみやです。すごくない？すごい、なんかガッカリみたい。やばー、こうなった。ワインとか好きじゃないですか？お酒は。あ、弱いんだ。ワインセラーみたいな。あ、そう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 。え、すごい、これ一人で飲むの？仲いい人と飲むときあ、ここで。たまに。しっかりちゃん呼んで。ん、よ、え、来る？え、マジ？その時呼んでよ。え、嘘でしょ？え、全然来る。え、嘘？うん。え？嬉しい？嬉しいでしょ。この部屋寒くない？俺さ、マジ暑がりだから。うん、あ、はあ、飾ってる。かわいい。飾ってんの？いや、飾ってるよ。あ、懐かしい。懐かしい？うん。なんか可愛い。え、三上屋が寝室に入る。確かに。え？ちょっと待って。ちょっと。何これ？ねえ。いやいや、違う。私今適当にあげたんだ。それはさ、違う違う。いや、ありすぎじゃない？え、これ一個言っていい？だから使ってないっていう証拠なのよ。え？これ多くない？え、待って。何？L サイズなんだけど。え、前にそうっすね、 L サイズじゃないやつ入れようとしたら痛すぎて入んなかったから。え、大きいだね。大きいかもしんない、大きいかもしんない。え、だから使ってないな、マジ。女性の影ないでしょ。確かにない。ないっしょ、こんな感じだよ。え、え、マジ。え、ちょっとすりつけていてください。ちょっといろんな、これ男の人嫉妬してんじゃないですか、これ。何、てめえ、俺嫌われちゃうんじゃない、男の人から。大丈夫、大丈夫。大丈夫、うん、でも、このままベッドいいね。あ、そう、うん、あの、汚い割には居心地いい、ね。汚いかな、そんな。居心地もいい。汚い？うん。今日、そういう感じですか？え？違う。違うよ。違う？うん。そう。隣で寝る？え？そうそう、隣で寝る。隣で寝るってどういうことですか？え、寝ていいの、それ。隣で寝るって。あ、でも、ね、違うよ。ねこれも AV 撮影みたいな。ん？ AV 撮影？うん。嘘。微妙な距離感で。確かに。ちょっとここの間埋めれない、うん、まだ。ちょっとまだ無理だよね。うん。あ、これサムネってこと？これサムネでしょ。サムネ近づいてもいいかも。あ、確かに。サムネこんなんでいいの？うん、いい、いいな。恥ずかしい、なんか普通に。それは、なんと、こんなこと動画で上げたことある？ないっす、ないよ。明るいのもいいかも。え、マジ？ねアレクサ、寝室のライト 50% にして。え、すごい。すごくない？初めてアレクサ。アレクサ、シースのライト 30% にして。はい。すごい。これが一
一番エチエチじゃない？じゃない。これさ、絶対さ、この動画あげたらさ、絶対二人やってんのやってんだろみたいなさ、この後やったんだろみたいなさ、コメントめっちゃ来るだろうね。いや、来るでしょうね、そりゃ。ディズニーランドの時点で言われてんだから。でも、飲みもないのがうちらだよね。まあそうだね。一線を越えないのが、ちょうどいい。そう、これが一番ちょうどいい。あ、この距離感が。で、これは、そこで喋るの。もう終わり。終わりこれ。じゃあこの後何したかっていうのは想像。ご想像にお任せしてしまって。おやすみなさい。バイバイスバイ。え？いやだからヒカキンさんいいから。